海特殊観光宮島です。さあ本日なんですけれども、なかなかまだ外に出る機会が少ないもので、今日はですねちょっと事務所で現れてない観光バスをちょっと僕が手洗いしたいと思います。洗う前と後でどれくらい綺麗になったなっていうのをね、見ていただきたいと思っておりますので、今日の動画もよろしくお願いします。さあではちょっとまた厳密にね見ていきたいと思います。ちょっとボディ寄ってみます。ちょっとね、これがあるの分かりますかね、こんな感じです。ちょっと水垢なんかがついてます。さあボディですね、 12m の観光バス、高さもねまあまあ高いので、ちょっとこれ手洗いするのがちょっと大変なんですが、そうですね、ちょっとこういう水垢とかがやっぱどうしても目立ちますんで、こういうのをしっかりと洗っていきたいと思います。後ろこんな感じですね。やっぱり全体的に水垢がどうしてもなんか洗車してないので目立ちます。ではこれから、洗車を順にしていきます。ではまずは全体的にボディこれで濡らしていきたいと思います。楽しいです。さあこんな感じで、ちょっとこっちはね水垢がだいぶ綺麗に取れました。ちょっとねここの水垢はだいぶちょっと汚れが強いみたいで、ちょっとここは残っちゃってますけれども、まあでも全体的にはね綺麗になりました。じゃあこれを、横と後ろですね、続けてやっていきます。さあそれでは引き続き、バスの背面をね洗っていきたいと思います。よし、で最後の面ね洗っていきます。はい、ということでとりあえず水洗いが終了しました。ちょっとなんか本当にわかるかな、結構綺麗になったんですよね。この後ね、車水洗いだけではダメなので拭き取って、終了したいと思います。やっぱね大変ですけど楽しいです。本当楽しいです。じゃあこれで水気を切っていきます。さあ一通り水気、ガラスの水気を切りました。でボディちょっとまだ濡れてます。ボディはちょっとですね試験的なんですけど、これわかるかな、別に宣伝でもなんでもないですよね。 CC ゴールドっていう、簡単なすごいカーコーティング剤あるので、これをちょっと使ってバスって綺麗になるかやってみたいと思います。さあそれでは洗車ですね、拭き上げも終わりました。ちょっと見えますかね、ちょっと見づらいかな、反射してるの分かりますかね。結構綺麗に、磨き上げることできました。本当に疲れましたね。いやバスの洗車本当に大変これは大変。さあそれでは全部終わりましてバスの中に入ってきました。本当に外側洗うの大変でした。今はでこそですね、いろんなバス会社さんね、洗車機っていうのを導入されて、もう自動でね、洗車をするっていうのがもう当たり前になっている時代なんですけども、まあ今回こうやって洗車させていただいて、こうバスの運転手さんの日頃の、
ありがたみをすごく実感した今日は動画になりました。ぜひちょっとでも僕の大変さが伝わればいいなと思いますしね。いやいや俺の頃は当たり前のように手洗いだったとか、コメントとかも来たら本当嬉しいなと思います。今日はとりあえず、こういう動画で、締めさせていただきたいと思います。ぜひ、コメント欄の方もね、もしよかったらご記入ください。はい、最後になんですけれども、自社ホームページで、3月の27日と4月7日というちょっとこの2日にで2日間ですね、違うコースにはなるんですけれども、自社のブンブンツアーというのを設定しております。3月は大井川鉄道、大井川の SL に乗りまして、大井川の桜を見に行く日帰りツアー、4月は京都ですね、京都の平安神宮というところ、しだれ桜がございまして、そのしだれ桜を見に行って、あと嵐山で、散策というような、もうお花見ツアーを2本、一応ですね予定をしております。 GoTo トラベルが再開、ちょっとまだ未定な部分ありますので、GoTo トラベルの割引にはおそらくならないとは思いますが、ツアー代金がね6000いくらと7000いくらだったと思います。またあのホームページの方ぜひ、チェックいただきましてご連絡いただければと思います。それでは本当に最後の最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。